ございます。月光浴です。本日も東京といつものお店、神田ジャンボさんです。まあ、今までかなり打ち込んでるんですけども、プレミアまだ出してないやつすごく多くて、それがね、もし今日出るたびに、プレゼント、立ち寄グッズをね、何かしらプレゼント、1個出ると1名、2個出ると2名、3個出ると3名の方にね、何かしら立ち寄グッズをプレゼントするという企画をやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは本日も東京といつものお店、神田ジャンボさんにて今日も一日頑張ろうです。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方をご覧ください。社長が勝てばいい旅行、負けたらマイナスになったら辛い旅行に行ってきます、なんかお土産買ってきますってやつです。シンガロ2導入されるところでは、こちらのリュータイムありの月光とね、自由式となりますので、リュータイムありの月光なくなってしまうお店さんが多いので、さよなら企画という意味を込めましてもね、今のうちに堪能しておくべし。安定してタイトル、おし、白タイ、白ガロマジュ来ました。東和さん、本はいらないよ、こらあります。天運座と。ダメですか。はい、差し入れありがとうございます。嬉しい。なんかジャンボさんね、徐々にね、サチオの聖地に使用計画してるんで、ジャンボさんの近くに来たら寄ってみてください。いるかもしれないです。いただきます。セミ、何今の人、すごい私の好み知ってる、甘くないカフェオレ好きなんですよ、カフェラテか。U タイムありの方の月光の総投資額が、前回大阪で打って119万1000円になりました。そして趣旨の方がマイナス7万1460円。めっちゃすごくないですか。119万入れて7万しか負けてない、このね、めっちゃ勝率のいい月光さんなんで、今日もね、今日当ててプラスにしたいんだよね。2万発、3万発、2万5000発出して、投資をあまりかさませずに2万5000発出せば月光の収支プラスになる。お金がない、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 サンタのコートさん、なんか音程外れちゃった。188M 2枚目です。ガチでちょっと今日お金ないです。お金入れてこなかったんだ、あんまり。U タイムありだからすぐ当たるかなと思って。はい、191ゲーム、森昇格ゾーン。投資は1万500円です。おお、あ、色だから刺さる。OK。これね、この時、保留昇格ゾーンの場合、白以外の色になってたら、必ず刺さります、ガローケン。一気に期待できるじゃないですか。東賀さん。いいね。まあ、ビジさんって何来るかですな。ガロケンだけじゃね、弱いですからね、かなり。その後の横とがヘッコピーだとどうしようもないんで。お、なんか燃えてるの初めて見たよ、ザルバが。ザルバが赤っていうのを初めて見た、あ、見たことあるけど、燃えてんの初めて見た。でもその後の横とが特に。何これ、なんか何とも言えないビジさん。トガシャン。天運ではね、見事な本をかましてくれましたけど、今回は違うよね。アニメからです。この花をライガー様に届けてください。なので、まだまだ、こちらもお願いします。あ、ほら、絆のチャンスありますよ、思ったんですよ。あ、本が召喚だったんで、ライガーないから、パパかな、来る。パパか、ライガーか。パパ来たんで、はい、アスモ
リーですね。で、ミラージュ黄色は火が行けば濃厚なんで、お赤いですな。ピフォ来ます。あ、はいはい。で、アスモの絆ルートです。まあこれだけじゃね、ちょっとまだ喜べません。外します、全然外します。赤以上、緑から赤になりづらいんですよね。もうここからはチャンスアップラストの分岐しかないんで、もうここプレミア出なかったんで、あと生ぬるい目で見守るしかない、祈るしかない。ダブルガロを思い出しますよね。ダブルガロリーチファイナルの、ガロファイナルの、ガロファイナルね、やっぱ面白かったよな。ダブルガロリーチそこそこ当たるとこも良かったしね。分岐のボタンもないのか、きついか、きついか、やっぱりダメか。ボインレアがあるんですよ。それ見たい。それプレミアの一種なんですよ。それ出せたら、あ、赤の真ん中。あ、これ熱そう。初めて見た。ツイッターでは見たことあった。ただあれはプレミアではないのかな。一応ポコチンなんで酸性柄激アツだと思います。あ、ちょっとやめてよ王子。ここで王子発揮しなくていいからね。よし、アニメからです。これね、ツイッターのフォロワーさんがあのカオルの熱そうをね、一時期アイコンにしてらっしゃってて、あれか。でもね、あれはプレミアじゃないんでちょっとプレゼントはできないですけど。完了で、ライが召喚だったのでアニメ系してるが、アスモディ行けば濃厚となります。プラスこれからミラージュ何色かに、まあ、これも緑なのでアスモディ行けば濃厚の予告となってしまいました。でジープッシュ P フォグ出てた場合 P フォグは再度出ないということなので、はい、牙、まあ、ちょっと本当かどうか分かんないですけど、P フォグ、ジープッシュ P フォグの時は通常の P フォグ出ないよってコメントいただいたんで、もし1時間で2時間か、大丈夫か。これ絶対外したくない。バロンドライいきなり緑、ここもポイントしちゃいましょう。 OK、 当たり取れた。あと 50% ですね。まあ、イタリオク 50% なんで、ありがろう、ハードロー。相性いい、突入率よろしい、いけるはず。何展開だったか全然見てなかった。あっちだったハロー。私はやれる、大丈夫です。前回もラウンド昇格してます。ドキリオ、私の昇格です。シンガロ2はね、この蝶々の画面からね、あの SD 行ったりするんで楽しいんですよ。これもね、これ搭載してて欲しかったですよね。おー、超絶ロングバイブに、ちょっと忙しいよ。ロングバイブにサヤボリューに、ビールなんてことでしょう。はい、60ゲーム青なのバロックに、60ゲーム、60ゲーム、バロックは2ですけども、まず入賞時ロングバイブでしょ。サヤ完成、
リーリルは青でもバロックは2、投資は19,000円。なんだで現在ギジニの状態ですね。ここ ポコジン2回目です、はい、本日2度目のポコジンいただきましたよ。ポコジン祭りや、まだ2回目だけどね。あ、いいですね、セリフも若い、はい、逃がさんぞ、逃がすなよ、捕らえたれ、よいしょ、白肌優勢だろ、相棒、何それボタン、いいもの、緑、なんかどんどん尻下がってますけど大丈夫。あ、講師やめてくれ、ボタンか、いけるっしょ。講師召喚の、ミラージュ緑なんで明日まで行けば濃厚デッシュ、濃厚デッシュ、そうですね、キバ、まあ、一応ラストデバイスは剣が確定しております。まあでもそれだけじゃ当たらない、パス1番、うわーなんかやばくなってきた、ちょっとかなり不安です。もう一回来ますね、青なんでね、ここポコインって言って、緑か、7点折りもなかった、信頼度今んとこ私の中では3割ぐらいしかないんですけど、いけ、行かなくてよかった。1図からね、さあ 50% なんで2分の1で入るはず、さっき入んなかったんだから入ろうぜ。1図からだから通り過ぎるタイプがいいですね、こっち通り過ぎてくれれば。あっ、ずれてる、ありがとうございます。はい、初代モードからいきますか。10連したら今日は新滅モードいきましょう。なんか今、はい、怖いね、底落ち怖いね。なんかシンガロー2のね、あのサブチャンネルでシンガロー2についてこう喋ってた動画で、まあ、コメントで3000発って騒いでるけど、月光だと継続の時点で3000発濃厚じゃないかっていうねコメントいただいてたんですけど、なんかでもそれってちょっと違くないって感じなんですよね。シンガロー2のね ST 機の場合はこう3000発濃厚だった場合、また次も3000発の可能性もあるし、当たれば4500発の可能性もあるわけじゃないですか。だからあれですよ、あのユニコーンの3000フィーバーと海物語のタコとかカニ一緒やでみたいな、ね、ツイートとか出回った時ありましたけど、なんかこう感覚が違うんですよ、こう打ち手としては。同じだと感じる人もいるかもしれないんですけど、一発でどでかくもらえるものと、またこうちょろちょろこう打ってやるのだとまたちょっと違うんですよねっていう話なんですよね。あんまりうまく説明できなかった、ごめんなさい。おう、マッサイマジマッサイ、うわー、マッサイレードルけど、ちょっと怖い、怖い、ほら、取られた、あえーよ、ナロが勝てば若いチャンス出るぞ、よし、7割取れてるかどうか、なんでだよ、誰も来なかった、はい、なんかね、全然上がんない、全然上がんない、あ、上がった、上がった、え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 、
よし。こんなもんなんですよね、私の力なんて。やっぱり島田だほうだね。はい、ただいまの出玉でごじゃりまする。3104玉でプラス上皿ペペンでペンペペンがペンでございます。あ、金の玉が混じってる。ちょっといつものすぎてなえなえですけど、ご飯を食べて運気を上げて再度魔界チャンスへ突入した暁には日直島田打法の力を存分に借りて楽しみたいと思います。えいえい、おうおうおう、はい、はい、今日の今は日替わりの汁の牛肉茶碗とラッキーです。いただきます。94ゲームです。緑からでしたけど当たらないね。バロックに、まあ、またさっきと一緒ですね。で持ち玉は残り2212ターンの。でトライアングル緑だったんで赤まで上がってくれるといいですけど、まあ、バロック2の時点でガール SP の方です。黒いけど、あ、プレミア出したことないのだと。あ、ありがとうございます。グッズ1名様にプレゼントします。うわ、出せちゃった、嬉しい、初です。うわ、ありがとうございます。よし、この花をライガ様に届けてください。嬉しいな。はい、行きますね。あ、これ保留母因霊の可能性も出てきましたね。でライガ召喚ですね。あ、言ってみるもんですね、プレミア。今まで散々打ってきて出なかったのにプレゼント企画やるとか言うと出ちゃう。赤炎はタイが行けば濃厚、巨峰行けば濃厚なんで、ライガ召喚になったので必然的に牙以外行けば濃厚です。ありがとうございます。赤のピーフォグ、いつもだとね赤のピーフォグは当たらないから怯えがちですけど、もう大丈夫、プレミア出ちゃってるんで。牙か、まあ、残念ながらね、召喚騎士の法則とかミラージュの法則崩れはなかったですけど、あ、7点しちゃえば、7点。ダメか、何もなし。あじゃます、ありがとうございます。さあ、60キャミツバサビトガロウが完全損じ系出てこないかな。あ、通常2分の1で取れたんだね。もう1回取れたら嬉しいな。止まってくれて、取れてない。あー、いや、まだわかんない。止まる時とラウンド昇格がまだあります。いただき、なんでよ。あ、そりゃそうか。はい、見事なプレミア単発でした。2500ないぐらいまで行ったので、まあこの出玉は打ち切りたいと思います。71ゲーム、青森から、お、これ買いますね、まゆりちゃん。緑か、71ゲームで持ち玉残り1871玉です。いけそう、保留青
だったからね、油断してたけど、なんかヒロインステージの直脇のイロフォリューって割とね、なんかいい展開連れてきやすい気はするけど、待望でしたね。もう一丁つけてくれ、つけない。なんか2度目のヒロインステージだからあんまり良くないのかなと思ったんだけど、どうでしょう。あのボリューム変わる瞬間のさ、エフェクト、マユリのなんかオーラみたいなのが赤なの良くないですよね。赤に変わるのかなって思った。よし、これ SP は行きました。アスモで濃厚、ライガ召喚もアスモで濃厚、キバか、キバやな、はい、今日はね、キバさん強いですね。やる気ありあり、キバさん守りし者のプレミア出た時だけ倒れてくれました。おー、硬いじゃん。どうした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 。あ、ごめん、当たり今日全部キバじゃん。今日キバでしか当たってないじゃん。何それ、当たるかもじゃん。1回目の当たりもキバ緑、2回目の当たりもキバ緑、3回目キバ赤、4回目です。いや、キバ赤、キバさん弱いんじゃん今日。何今日、キバキバサービスで。まさかの1,2,3,4 回目の初当たり、入ってもいいんじゃないの、おかげさま。どうしたー、通常通常ガローは、よいしょよいしょ、4台が、なかなか球が減らなくて帰れないってやつかな。確かに初当たりめっちゃ取れるけどみたいな。あっ、当たる、よっしゃー、ラストチャンスかな。105ゲームです。緑か、まあまあまあいいでしょう、青よりいいでしょう。はい、105ゲーム、ガロケン保留、当てたい。持ち玉残り1147玉です。行こうぜ、無駄にしないでほしい、ガロケン保留を。ではここでね、絆取っちゃいます。敵の絆で絆山発展、絆ない、あ、いいよいいよ、絆はいいよ。絆さんで強いのをお願いします。何か特別もなく強いやつを。プレミアが出る予感がしない。守りしもの、次はビクトリーがいい、ビクトリー、はい、まあ、はい、ごめんなさい。あ、あの絆来ましたね。さっきなんで蹴ったんだよ。愛する者のもとへ。これで出るダメか。あ、誰でしょうか。一応召喚大河になっておるので、クンバか大河じゃないですかね。あーあ、じゃあまあ緑は、明日も行けば濃厚となりますが、今回はね、はい、スザクでございますよ。わーおー、これは外したくないぞ。絶対当てるぞ。何かプレミアを出さないととても怖い。そう、今日散々ね、ライガー、まあ、三田村邦彦さんの息子さんなんですけども、イケメンだよねって話をするたびにね、発展しなくてやつ
数学を撃破せよ。だけど青なの。やば。ダビエ。これはまずい匂いがプンプンしてきたぞ。あれ、わかんないし、最後ラストカットイン、最後のデバイスが何かにもよりますから。マロオーガだったら濃厚なんですよ、このカットインが。これはダメかもしれない。あ、なんもねえ。本日5回目の発話題でごじゃりまする。すごいですな。なんだこれ。3195回してるんですか。私力持ってますよ。ありがとうライガーよ。三田村邦彦の息子。お父さんもね、パチンコ、仕置き人か仕事人か、ごめんなさい、ちょっと定かじゃないんですけど、パチンコシリーズでもね、ご活躍してらっしゃいます。頑張りましょう。気持ちよく。こらやっぱ結構よね。やっぱ言うタイムあるよ。ファイナルクロスファイトバロで島田さんの方やりましょう。2回目の魔界チャンスです。ファイナル1、2、3、4、よし、一着島田の方は強いはず。怖いな、怖いな、赤いゲームね。ちょっと待って、あーでもじゃあ攻撃でもさっき落ちたからちょっとわかんないよ。おねなんか救えっていうか立ちを救えだよ本当に。なんでこんなにおかしなことが起こるんでございましょうか。そんなわけはないと思うんですよね。キヤキヤな感じ。ジャンボの常連さんとか私のことを変なやつと思ってんだろうな。あ、歌消えちゃう。ファイナル。六夜。六夜ね。はい、バラバラですね。お帰り行きましょう。こだまさんね、よこしよんですね。マーク・ムサシさんだね。一歩減りまして。マーク・ムトウさんだって、マーク・ムサシさんだって。皆さん、お手伝い。最速ピンチやないかい。八を作ってくれ。止まった、止まったよね。さっき止まったよね、止まったよね、止まったよね、止まったよね。ちょっと待ってくれ。さっきも3連だった。今日直島田打法、サビ打法を使ってた。復活。はいはい、そうなんです、そうなんですよ。復活だとまた最初から歌始まるんですよ。またまるっと待たなきゃいけないのか。ファイナル黒1、2、3、4。ハピは赤い騎馬戦になるであろう。目黒どこです。息止めるとあっつ。魔界ゲートがないですと。じゃあ魔獣ゲートにしよう。騎馬はいいよ。マジはここない。あ、ウトックね。この間さ、先週ですよね、ウトックに負けたの。なんか66の話してたら
負けたんですよね。あ、やばい、今しかも腰減らなかった。ブトックなんてさ、負けたことないやから大丈夫かなと思って雑談してたら落ちる。あ、やばいな、大丈夫。あ、これは大丈夫でしょう。はい、いただきマンモス。いくつだよってなる。ノリピー何やってんすかね。安定してますみたいな後から見てないですよ、ノリピー。怖いですね。私はもうパチンコで出る脳汁で十分でございます。はい、はい、7、9、10、11、12、13、14、8。おお、また魔界ゲートないんですけど、あれでいいよね。出したことないホラーとかあんのかな。あ、出た。なんでいつもあんた出てくるのよ、ジェイさん、カビラジェイさん。あんたいつもジャッキンカードグーンのハメになるの。なんかちょっとね、新鮮味のあるホラーを見たいんですよ。しかもね、こいつにまあまあ負けてるから嫌なんですよ。ペンペンペン、よいしょ。はい、いただきマモチ。やばい、多分ね、剣でね、ダメだとね、おい、やばかった気がする。やだ、ジェイさん、やめて、やめて。楽天カード、こないだ増やして3枚目になったんですよ、私。楽天カード3枚持ってます。超 楽天フリーグです。携帯も楽天モバイルです。ファイナルの1、2、3、4。本日お初の池だから、チャンスのはずの池だから。めちゃめちゃ魔界ゲート隠れてるけど、どうした。魔界ゲートに嫌われちゃったよ。魔人行きたくないから必然的に魔獣ゲートになったんだよな。お、ブラウリューさん星4ですね。ブラウリューさんにも負けたことは、ここでは結構ではない。星減らなかったね。よいしょ。緩やかな割り方ですね。ちょっと順調ね。初めて負けちゃうの、ブラウリューさんに。そんなまだ物足りない。ヒヤヒヤした。でもね、ちょっと心機出た。また復活だからまた歌丸々聞かなきゃいけない。てて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 1、2、3、4。お、やっと出てきた魔界ゲート。でもなんか選んだ途端にあれが出てきそうだけど、行ってみるか。プロペラ回って、時間、言霊が、言霊が、言霉通りになってもらう。うわー、超怖い。これ乗り越えたら本物ですな、この魔界チャンス。バイバーイ、バイバーイ。ねー、わー、もうちょっとで何発だったのに、もう一回欲しい、もう一回。あれだ、歌が消えたからタイミングずれたんだ、多分。ああ十分です。頑張った頑張った。彼お疲れ。はい、お疲れ様でした。カドワです。久しぶりのニコニコカドワです。はい、本日の投資の方が19,000円、手玉込みで19,000円で、出玉の方が10,040玉、回収の方が35,000円で、収支の方がプラス16,000円でーす。やっほー、なんとかギガゴの呪縛を解いて
2週連続でプラスにできました。ありがとうございます。で、結婚の旅人のユータイムありの方の総投資額が121万円ぴったり、そして収支の方がマイナス5万5460円まで持ち直すことができました。出したことのないプレミアムタイトルの守りしものを出すことがこちらも今まで散々出なかったのにね、何かプレゼントしますと言った途端に出てしまったので、プレミアム予告出してないもの1個達成ということで、1名の方にマスクの種類は選べないんですけど、 MSO マスクもしくは PKS マスク、何色かはこちらの方で決めさせていただきます。プラス缶バッジ と、シールステッカーをセットにしたサチオグッズ詰め合わせを1名の方にプレゼントいたします。応募の方は応募フォーム概要欄の応募フォームの方からよろしくお願いします。で、応募するときにですね、感想だったりこういう風にしてほしいなという要望とかも一緒に書いてくれるととても嬉しいです。全て読ませていただいてます。よろしくお願いします。というわけで非常に楽しい実践となりました。シンガロ2導入まで、ね、あと少しでございます。結構よくまだまだ続けていきますので、来週も必ず見てください。この後8時よりサブチャンネルの方も更新しておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。本日の実践を見て幸を少しでも頑張ってたなとか、少しでも面白かったなと思っていただけた方はいいね、高評価、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、そしてコメント一言でも絵文字1個でもいいのでコメントいただけるとすごくやる気が出ます。よろしくお願いします。それでは本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。またねー。